県内有数の景勝地、能登金剛を有する志賀町都議です。志賀町は元日の地震で震度7を観測しました。この能登金剛を船で巡る遊覧船は現在週末限定ですが運航を再開しています。今日は完全復活にかける思いを伺います。能登の人は土に生まれ土に帰る。私はそんな能登人に会いに行きます。景勝地能登金剛。志賀町の海岸線およそ29キロにわたり奇岩が続いています。日本海が作り出した雄大な景色は人々を魅了してきました。この景色を間近で楽しめると人気なのが能登金剛遊覧船です。現在は地震の影響で週末のみ運航しています。はじめまして。はじめまして、おはようございます。よろしくお願いいたします。志賀テレビの稲垣と申します。木南と言いますので、よろしくお願いします。能登金剛遊覧船の木谷重幸社長は73年続く遊覧船の存続に日々奔走しています。今これだけ経ってるから、はい、ものすごくこう穏やかな感じに見えるじゃないですか。はい、そんな地震の被害ないようには見えるんですが、はい、まあ、そこ手すり崖のところありますけど、そういうのも崩れたり全部してたんで、はい、あら、ほんなんですか。そうですね、船も、まあ、3隻のうちの2隻がその福良湖の方に船上げてたんだけど、それが津波でずっと流されまして、で、まあ、転覆というかちょっとなんとか引っかかって持ちこたえたという感じの状態でしたね、はい、正直その被害いろいろと見られた時には、はい、どんなお気持ちでした。そうですね、まあ、ちょっともうこれ無理なのかなとは思いましたけどね、その時点では。はい、この2隻が津波の、まあ、被害を受けた2隻の遊覧船の方になるんです。そうなんですね、はい、金剛と金剛と能登ですね、はい、まあ、津波が来まして、ここからちょうどあちらの黄色いあのシートありますよね、はい、あそこまで船がダーッと全部流れていって、その手前の防波堤に、まあ、乗り上げて引っかかってっていう状態でしたね、はい、そうなんですか。損傷も結構あったんですか。船体の外側というかはそれほどではなかったんですが、中の方のちょっとエンジンの方がやはり燃料漏れですかね、とかちょっと海水なんか入ってまして、うん、なかなかちょっと修理も大変かなという状況でしたね、はい、その中でも、はい、まあ、こうやって、まあ、もう一回こうやり直そうと、そして頑張ろうっていうふうに思ったっていうのはどんなようなことがあってからですか。船長また古郷福良の地元の皆さんも、まあ、そんな外回り見た感じは傷んでないから大丈夫やわね、なんとかなるわいねっていう声結構みんな言ってくれて、まあ、そういう声も反撃になって、じゃあもう一回やろうかなっていう、はい、気持ちになりましたね。73年続く遊覧船観光をなくしてはいけない、そんな思いを強く持ち船の修理を決意。船体の塗装などは自分たちで行い、高額な機械類の購入はクラウドファンディングを頼りました。224人から339万円の支援を受け、再開へのめどが立ちました。じゃあ、遊覧船の方に行かせていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、じゃあこちらからどうぞ。行きましょう。その前にちょっとここのこっからの景色が素晴らしいんで。本当ですか。ぜひ、はい、見てほしいんですけど。うわ、綺麗でしょう。まあ、僕小さい頃から見てる景色なんですけど、この景色をなんとか来る方には見てほしいなと思いまして頑張ってます。この自然の造形美ですよね。そうですね、まあ、天然作ったものじゃないんでね、これはね、はい、
この一枚のこの景色がもうこれでもう絵ですもんね。そうです、これで本当に絵画になるような、はい、景色ではあるんで。で乗り場までこうやって行くんですね、降りて。そうですね、ちょっと急な階段を降りて。遊覧船の乗り場で木谷さんの背中を押した一人、船長の西さんが私たちを迎えてくれました。元日の様子をこう振り返ります。船のこととかも心配だったと思うんですよね。そうですね、情報はなかなか入ってこなかったんで、一応私地元の消防団に所属しているので、あの消防車に乗って何回も回って、まあ、夜津波が来た時にはちょっと流されてたんで、あ、これどうなるかなって正直絶望感が大きかったですね。皆さんからも結構頑張ってくださいっていう意見もいただいてたんで、これは頑張らなければなと思って思いました。外は真夏日になってますけれども、ね、ここに来るとちょっとやっぱり別世界ですね。海の上はいいですね、はい、本当に気持ちいいわ。右手に見える、はい、この岬、井の花岬っていうんですけど、はい、ちょっと分かりますかね、石が崩れてるの、はい、ところどころあるんですね、はい、岩門時代結構その岩盤しっかりでしてるところなんで、はい、そんなに崩れたっていうのは分かりづらいんですけど、その砂層っていうんですか、粘土層のところはやっぱりちょっとこういうふうに落ちてるところはありますね。能登の北岸のところは、はい、地盤の隆起がかなり激しかったっていうことですけど、はい、ここら辺はどうですか。この辺、まあ、隆起の方なんですが、10センチから15センチぐらいの隆起って、はい、上司の方も言ってるんで、まあ、それ走る航路自体には影響はないかなとは思います。今左手見えるの高野水川っていうんですけど、まあ、ここから見た感じほとんど、はい、影響ないんですが、ちょっと裏の方はやっぱり崩れてるんですかね。こっちから見ても、はい、全然分かんないとは思うんですけど、本当に震度7で崩れなかったのが不思議なぐらいですよね。ここ震度7なんだけど、震度7ですからね。やっぱこういう大きな岩盤ってことから考えるとそうなのかもしれませんよね。そうなんですよね、やっぱり。これか、いよいよ入っていきます。ずっと奥まではちょっと行けないっていうのもありまして、で洞窟の上のところがですね、はい、少しその崩れた跡みたいのも見えるんで、はい、あんまり奥には入らないように今してます。そうなんですね。いいところやな、これ。どっから来たんですか。東京です。東京ですか、ありがとうございます。大丈夫。東京から遊覧船に乗りに来た観光客、現在の能登はどのように映ったのでしょうか。すると地震の影響はちょっとまあこの辺でもまだあるなっていう感じだったですね。まだまだこれから大変だろうなと思いましたね。風評被害的なものをものすごく心配しています。鹿町は大丈夫ということを PR していきたいです。今日も東京からお客さんもいらっしゃってましたしね。そうですね、はい、夏に向けても力強くいろんな人に来てほしいなというふうに思いますよね。そうですね、いろんな人に、まあ、近町の能登ガモの方来てもらって会えたらなと思います。ありました。じゃあこれからもぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。